みんなで進めよう電力を減らす作る貯める HTT。 今回は第2回作る貯める編です。5つの項目について解説していきます。まずは前回の復習、どうして HTT が必要なのかを見ていきましょう。最初に今の東京都の電力事情を説明します。東京電力管内の発電の割合はこのようになっており、液化天然ガスや石炭といった火力発電で全体の 77% を占めています。そんな状況の中、古くて効率の悪い火力発電所の休廃止や2022年3月の福島県沖地震の影響で火力発電所が停止してしまいました。そういった経緯もあり、例年よりも東京に送る電力が不足しています。2022年の夏は非常に暑い中、東京都では節電を呼びかけていましたし、冬も多くの暖房器具などを使うことが予想されます。そんな中、電力をみんなが使いすぎてしまうと、うわぁ！停電してしまうかもしれません。そうならないためにも、電力を減らす、作る、貯める、これをみんなで進めていきましょう。次に電力を作る方法を見ていきましょう。いろいろな力で発電機を回して電力を作る方法があります。実際にどのように回して電力を作るのか見てみましょう。火力発電所は燃料を燃やしてお湯を沸かし、その蒸気の力でタービンを回して発電しています。風力発電は風の力で風車を回して発電しています。水力発電は水の流れを利用して水車を回して発電しています。また回さないで作る方法もあります。太陽光発電では太陽の光をパネルで受けて発電しています。燃料電池では水素と酸素を化学反応させて発電しています。電力を作る方法は回して作る、例として火力発電や風力発電などが挙げられます。回さないで作る方法は太陽光発電や燃料電池などが挙げられます。続いてお家で電力を作る貯める方法を見ていきましょう。お家で電力を作る方法、まず太陽光発電システムの導入です。太陽光発電システムは太陽光のエネルギーを利用して発電していて、家庭の場合発電した電気は家庭内で使用できます。使用しきれず余った電気は電力会社へ売ることができます。太陽光パネルの設置を検討の際は東京ソーラー屋根台帳をチェックしてみましょう。太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているか確認できます。またエネファームをつけることで電気を作ることができます。エネファームは家庭に送られてきたガスの中から水素を取り出し、その水素と空気中の酸素を反応させて自分の家で電気を作ることができます。また電気と同時発生する熱も有効利用して節約につなげることができます。このような太陽光発電システムやエネファームで電気を自給自足すると送電ロスが少ないこと、発電時に騒音がないこと、 CO2 が発生しないことといった効果もあります。ただ
発電してからすぐに電気を使用しない場合もありますよね。そんな時、お家で電力を貯める方法はどんなものがあるのでしょう。お家で電力を貯める方法、まず太陽光パネルで作った電気を蓄電池に貯めることができます。また作った電気は電気自動車にも貯めることができます。太陽光パネル、蓄電池、電気自動車、 V2H があれば災害時も安心です。お家で電力を作る方法は太陽光発電システムの導入、エネファームをつけることが挙げられます。お家で電力を貯める方法は蓄電池に貯める、電気自動車に貯めるなどが挙げられます。そしてみんなの作る貯めるを応援を見ていきましょう。おやおや、皆さんいろんな要望がおありですね。省エネ性能の高い新築住宅を建てたい、そんなあなたには東京ゼロエミ住宅導入促進事業。東京ゼロエミ住宅建設と同時に太陽光発電システムや蓄電池システムを設置すると、住宅建設費に上乗せで太陽光発電システムと蓄電池システムそれぞれに助成金が出ます。太陽光パネルを設置したい、そんなあなたには災害にも強く健康にも資する断熱太陽光住宅普及拡大事業として、高断熱ドア、高断熱窓、蓄電池システム、 V2H いずれかを設置して、太陽光発電システムを設置すると助成金が出ます。蓄電池を設置したい、そんなあなたには家庭における蓄電池導入促進事業として、蓄電池システムを設置すると助成金が出ます。 V2H を設置したい、そんなあなたには電気自動車等の普及促進事業をご活用ください。さらに太陽光発電システムと電気自動車か、もしくはプラグインハイブリッド車が揃う場合、助成金が増額されます。電気自動車にしたい、そんなあなたには電気自動車等の普及促進事業と充電設備導入促進事業として、太陽光発電システムと普通充電器と電気自動車を揃えることで助成金が出ます。東京都では HTT の取り組みを支援するため、さまざまな補助事業を行っています。助成金の詳細はクールネット東京ホームページをご覧ください。では最後に今回のおさらいをしましょう。みんなで電力を減らす、作る、貯める HTT を進めよう。お家で電力を作る方法は太陽光発電システムの導入、エネファームをつけることが挙げられます。お家で電力を貯める方法は蓄電池に貯める、電気自動車に貯めるなどが挙げられます。みんなで進めよう。電力を減らす、作る、貯める。HTT